1分け以上で昇格が決まります。しかしここは勝ちたいでしょう。キックオフの時間となりました。レフリーはギレルメ・サントソさんです。ここはペペのテリトリー、ファンフラン、エトディマリアがスペースに入る。アンゲル・ディマリア、ディマリアがここにいました。危険な位置です。緊張感が増してきます。ゴール前に絶妙なクロスを出しましたが、これはディフェンダーが読んでいました。さあヘスナバスです。試合はゴールキックから再開となります。さあヘスナバスです。笛が鳴りました。江藤がオフサイド。いい位置に来ました。ザルダードが周りを見ます。ギルヘルム・サントソ、これは嫌な予感がするところ。プレーが始まっている。江藤、突破を許しません。むしろタッチを割って良かったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。ボールにはヘスナバス、技術がある選手です。ボールを持たせると危険ですよ。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。どうなる。最後の砦が守った。メッシの強烈な一撃を通さない。コーナーからゲームは再開です。危険ね。バーダー、ペペ、ゴールです。ゴール、ゴール。両チームによる激しい攻防が続いていますね。今のゴールで昇格に大きく近づきましたね。引き分けが昇格の最低条件ですからね。点の取れるディフェンダー、なかなか貴重な選手ですね、堀池さん。はい、非常にいい判断ですよね。これはありですよ。ポジションの取り方が抜群でしたよ。グアルダード、ファンフラン、グアルダード、さあここからどう攻めるか。サミエル・エトー、前方が開けていないか。セルヒオ・ラモスが絡みます。ボールが狙われています。サイドチェンジです。ここはペペのテリトリー。マラン・フェライニ、空いたスペースに走り込みます。ネイマールが絡んでいきます。ファンフラン、いい連携です。ここにいるのはネイマー。ディマリアがここにいました。出しどころが見つからないか。ネイマールが抑えます。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ディマリアがここにいました。
ゴール前に選手が走り込みます。いいクロスを期待できるでしょう。左にも味方が走る。サミエル・エトウ、エトウ、エトウを止めないと危ない。早めに寄せていきたい。ここはサイドでカットしました。ここはうまくボールを取りました。ネイマールが絡んでいきます。ネイマールが抑えます。やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。クリシー、クライン、シュート集めた。ディフェンスに当たった。チャンス、オフサイドです。決定的でした。この選手がフェスナバスです。クライン、エトー、ファンフラン、ミッドフィールドでボールを取りました。サミエル・エトウ、またのポジショニングが光る。入るか、走り出す。まさに守護神と言っていい輝きを見せています。コーナーを獲得、同点のチャンスです。頭で捉える。ボールが収まります。キーパーが処理しました。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。ここでハーフタイム、互角といったところでしょうか、堀池さん。はい、どちらも深くは飛び込まないという静かな点。後半45分、キックオフです。セルヒオラモス、ファンフラン、セルヒオラモスが絡みます。サイドを変えました。ペペ、ディマリアがここにいました。マルセロ、ネイマールが絡んでいきます。フアン・マタ、マルアン・フェライニー、リオネル・メッシ、やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、マタがいました。ファンフラン、これは厚みのあるアタックになりそう。セルヒオ・ラモス、ネイマール、ここにいるのはネイマー。さあ、ヘッスナバスです。タックルを受けています。ナイスインターセプト。ここは攻撃を抑えました。ここはプレーオンです。ファールをここで取ります。流しかけましたが、プレーはここで止まります。ヘススナバス、ボールが中盤でカットされました。やはりこの人にはパスが行く。リオネル・メッシ、
クロスが今一つでした。ディフェンダーがキープしています。これはいいところに、どうなる、ナイスシュート、ゴール決まった。このゴールが試合を決めてしまうのでしょうか。この1点の意味は大きい。リードを奪い、チームは昇格に王手をかけています。素晴らしかったですね。パフォーマンスも決まってるんじゃないですか。そうですね。いいシュートでしたからね。これは嬉しいでしょう。いやー、これは素晴らしいですよ。キーパー交代を決断したようです。エトー、この選手がヘッスナバスです。さあ、ヘッスナバスです。決めてきました。客席からは悲鳴が漏れます。ミスキックになりました。マルセロ、勝負どころと見たか、前に飛び出します。ボールはどうだ、これは面白い。ボールはキャッチされます。さあ、味方が上がっていきます。クリシー、ここを起点にできるか。メッシ、ファンフラン、この動きがモドリッチのプレーです。このまま行きたい。シュート、きれいに曲がりました。かなり一方的な試合展開です。ボールにはヘスナバス、ステファン・ヨベティッチ、またネイマール、フェライン、再び戻す、またボールにはヘスナバス、おしゃれに決めてきました。またのポジショニングが光る。クリシーがさりげない存在感。ここは簡単にボールを渡してしまった。フライン、素晴らしい。アドバンテージを取ったようですね。スローインに変わります。ミスパスがありました。ソン、しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。ファンフラン、美しいパス回しです。ソン、リオネル・メッシ、ファンフラン、ちょっと消極的なパス回しです。メッシ、メッシがスペースに駆け込む。パス決まるか。最後の砦が守った。
メッシの強烈な一撃を通さない。これはもう勝敗という興味は残念ながらなくなってしまっています。今日昇格の切符を手にするにはもう1点が必要です。難しい状況ですが、最後の頑張り時というところでしょう。もちろん追加点が奪えなくても次の試合でチャンスはあります。ネイマールが抑えます。いいパスだ。こぼれます。先に反応するのはどっちだ。ステファン・ヨベティッチ、見事な結果です。ディビジョン6昇格が決まり、残った試合の結果次第ではディビジョン7の王者となり、タイトルを獲得するチャンスもあります。どんな試合を見せてくれるでしょうか。今日の試合は実